例によって等高感覚がバラバラな人です。今回は部屋を移動して常時レールを置ける部屋になりました。今までレールを移動させるのが重労働だったので、かなり趣味に没頭できると思われます。そのせいで他のことできてなかったりしますけど、幸せなら OK です。ちなみにポイントが結構少なくて、一番内側の線路だけ手動で線路移動しないといけなかったり、まだまだ線路化していこうと思うので、よかったらチャンネル登録して待っててください。それにしても影響ゲージ始めたのって1年前じゃなかったっけ。にしてはよくこんなに集めたなって感想ですね。この前ざっと計算したら、だいたい60万手前ぐらいは行ってましたね。それでも模型は借金ではないので、雪だるま式に増えていくのが現状ですね。あと動画作ってる時にはまらないんですけど、仮想の夢空間が手に入る予定なので、もしかしたら北斗星編成揃えるかもしれませんね。何で予約したんだろう。とりあえず今の部屋の見どころ的なところを上げていきますか。まずはここ。唯一ここだけ広めのスペース確保できたので、ここで手を出さないといけない系はやってます。ちなみにポイントをどこに置くかで、結構悩み、なるべく遠くに置きたかったんですけど、行動延長してまでやることじゃないなと思い、電源供給線路の隣に置いてます。しかし私のレイアウトは全然広くないので、ポイントはいらなかったかもしれない。だけど必然的にジョイント音が発生するので後悔はしてない。なお踏切レールは使い物にならない。踏切の水がどうしても狭かった。とまああまりレイアウト紹介できてませんけども、今3000あるレイアウトですが、将来的に4000にしてクック戦化しようと考えてます。車両も結構増えてきたので4000あったら楽しいだろうということらしいです。正直アホだなって思います。これもまだ若いからできることなんでしょうか。欲しい車両はまだまだたくさんあるので、早く年収1200万の人になりたいですね。次に紹介するところはここです。今ここベッド下なんですけども、ここも有効に使いトンネル的な風景を作ってます。室内灯ついてないのはここで、幽霊列車になりますね。あとここで思ったんですけど、動画なら M ゲージにも見えなくないですか。撮り方なのかな。でもリアルで見るとかっこいいんですよね。だが高い。何でハマったんだろう。だが後悔はしてない。ストレートに直線を取りたいときはここを使ってますね。ここなら障害物もなく、綺麗に取れます。ただ照明必須かな。ちなみにその近くにレール置き場を作ってます。三角線作れる量はあるので引き出しにいらなくなりました。親の前でダダこねて買わせていたプラレールとは違い、自分の体で稼いだお金なのでいくらでも罪悪感なく使い倒せます。ちなみに今半径 550mm カーブは使ってません。うちにある車両は一応曲がれるけど、気分的に嫌だったので使ってません。ちなみに R550 は32本あります。この棚に普段は閉まってます。今はほとんど出してるのですっからかんですが、こういう厚箱なぜか取っておいちゃうんですよね。購入した証と言いますかね。その上に M ゲージ用保管場所です。正直これ以上増えると絶対思うんですけど、とりあえず増えてから考えることにしましょう。一応 M ゲージもコスペースでできるように確保してます。たまーに使う程度なのでそんなに大きくないです。こんなに持ってるのに動かせるコントローラーが少なくて、今 M4 個しかないのでクック戦以上のことができません。最近は M ゲージを走らせないので1本で足りてしまうんですよね。影響メインで走らせてるから仕方ないね。それでも影響よりは M の方が種類は多いです。いずれかは影響の方が多いなことになればいいかな。でも一つはもう決まってるんで、お楽しみに。あとは真ん中に机が並んでる構成ですね。最近は机に座ってる時間全然ないですけど、ちなみに横を見ると、こんな感じで走ってる電車が見えるので、走らせっぱなしな時間が多いです。ってな感じで部屋の中紹介でした。最後は引き出しに閉めてもらいましょう。はい。